本店さん、本店さん、はい、ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど、はい、2号機のですね、うん、ブローアウトパネルは、うん、なんかもう多分1号の爆発の時か、あ、ずれてるのみたいなっていう情報あります。おラッキーそう、それでちょっと今大至急確認に行ってますけども、ちょ まだ未確認だから喜ばないでね。つい喜んじゃった。いや、3号機も外そうと考えたんですけど入れない。それは すいません、情報ですが、役所の方に水素対策についての説明を求められておりましたので、建屋の外からウォータージェットでカットする方法で説明してございます。しっかりやってほしいということで、言われております。で、一方これですけれど、水が必ず必要になります。水の手配についてはよろしくお願いします。その辺の話はまとめてこれから情報共有したいと思いますが、これはあくまで念のために2号の下昇建屋の横壁にウォータージェットで穴を開けるという算段です。この工事一式については今東京にあります。こちらに向かいたかったんですけど、津波警報があって待機しておりました。つい先ほど1時間くらい前にこちらに向かうように指示を出しましたけれども、一定の時間がかかります。なんとかその前に2号に水を注入する算段をしたいと思ってまして、その一連の動きについてこれから情報共有をしたいと思います。